鎌田実です。今日は、タンパク質いっぱいの生活というテーマでお話をいたします。いや、僕は健康づくり運動を46年近くやって、まあ、ライフワークのようにして、次々に健康の本を書きながら、まあ、自分自身が健康になるためにやってることを皆さんにこう普及させていって、行動変容って言うんですけど、生活習慣をこうみんなで変えていく、ね、変わるんですよね、誰でも。でも80歳の人でも、もう俺は80歳だから、無理だろうなんてことはないんです。何歳からでも。でもその人がちゃんと健康のために歩き出したり、筋肉運動をしだしたり、食事の注意、野菜とかタンパク質をしっかり摂るようになったりすると、その人が元気になるだけじゃなくて、その人の息子さん夫婦がやっぱり意識が変わっていくんですよ。そのお孫さんも、なんか学校から帰ってきたらテレビを見てダラダラしてたお孫さんが、80歳の方がなんかしっかりとこうスクワットなんつってこうやってやりだしたりね、ランチなんつってこうやって体をこうやって動かしだしたりしたら、うちのじいちゃん変わったな、そういうのは一家代々にこう伝わっていくんですよ。20年もするとその家系からは脳卒中が少なくなったり、がんや認知症になる方が減ってったりするんですよ。だから何歳からでも行動変容を起こして生活習慣をちょっと変えるってことは大事なことです。特にコロナ禍で今とんでもないことが起き始めてます。僕が内科外来をやってて感じるものは2つ、フレイルっていうのと認知機能の低下、これがとっても目立つんです。フレイルっていうのは日本語に変えると虚弱です。これが結構進んでるんです。真面目に政府の言う通りにステイホームをしている人ほど、だから家の中でステイホームって言われたけども、ちゃんと亀田氏のかかと落としをやってるとか、こうやってスクワットをやってるとかっていう人たちは変わんないんですよ。鎌田塾の塾生1000人、西九州大学のリハビリの教授が中心になって半年に1回ずつ佐賀の方の塾に入っている塾生たちをこう検査をしてくれてですね、認知機能も低下してない、筋肉も落ちてない、コロナ禍でですよ。しかも3歳年取ってんのに変わってないんですよ、やれば。だからもう年だからっていう言葉はやめて、何歳からでも行動変容を起こすということが大事です。認知機能も結構問題がこれから起きてくると思います。短期記憶、ワーキングメモリーって言うんですけども、前頭前野って頭の前側のところはみんな疲れてきてるんですよ。でここが疲れてくると、ここは人間らしさを表してる脳っていうふうに言われてるから、なんかわけもないのに駅で怒ったりする おじさんがいたりする。で家の中でももちろん DV が起きたり、みんな前頭前野がここは疲れてきてるんですよ。これは短期記憶の中心でもあります。ですから、ここが弱ってくると、蛇口の線をひねったのに、閉め忘れたりする。認知症一歩手前になっていくわけです。このフレイルと認知機能が低下している、それを両方とも問題解決者してくれるのは運動です。運動してる方が認知症の予防になるっていうデータがいっぱい出ております。認知症になりかかって MCI という軽度認知症、
機能障害が起きても半分ぐらいの方はコグニサイズといって体を動かすのと頭を使うのと一緒にやると正常化するって言うんです。認知症になっちゃうとなかなか正常化となるのは難しいですけども、2月の8日に徹子さんに呼ばれて徹子の部屋に、出ました。徹子さんにもコグニサイズっていうのを教えました。ちょっとやってみましょうか一番簡単なやつです。足踏みをしながら一人じゃんけんです。右手が必ず勝つというルールです。自分でやってみてください。足踏みをしながらじゃんけんポン、右手が必ず勝つ、じゃんけんポン、じゃんけんポン、こうやって一人じゃんけん。そんな難しくないですね。徹子の部屋で僕が徹子さんにお教えしたのは鎌田式の超難しい、コグニサイズです。でも間違えるぐらいのやつの方が脳が活性化されるっていうふうに言われてるんですね。やってみましょうか。難しいやつです。足踏みをしながら数を数えます。1、2、3、4、5の場合するときは数字を言わずに5や10のところはそこで一人しりとりをします。自分でしりとり言ってたなんかの下の言葉を次の数字を言ってる間 1、2 秒忘れないでいられるかどうかです。短期記憶です。やってみます。1、2、3、4、ゴリラ、6、7、8、9、ラジオ、11、12、13、14、おなかどり、16、17ってこういうふうにやって、数秒前に何を言ったのかなっていうのを覚えておく訓練をすることによって、この前頭前野が司っている人間らしさ、すぐ怒っちゃったりしないことにもいい影響を及ぼしてきます。さあ今日の本番は貯金より貯金です。認知症にならないためにも、それからフレイルという虚弱にならないためにも、お金の貯金も大事だけども筋肉の貯金が大事。僕の目標は PPH です。どんなか分かりますか。人間はいつか死ぬのね。死ぬんですよ。だけど僕の健康法はそれまでギリギリまでピンピンしていようねっていう。90までいく人は90までピンピン、そういう健康法を目指してます。死なないなんてことは絶対できないです。でも生きてる間はいつまでもピンピンしていること、それを守るのは筋肉です。徹子の部屋で徹子さんから最後の最後に鎌田先生の目標はって聞かれて、3つ答えました。1つは80歳になっても、イラクの難民キャンプにずっと15年ぐらい通って、子どもたち、白血病の子どもたちを救ったり、難民キャンプの子どもたちの健康や命を守ったり、難民キャンプの人たちにスクワットを教えたりしているんですね。だから80歳になっても難民キャンプに子どもたちの診察ができるように筋肉をしっかり鍛えておきたい。冬になると僕は長野県に住んでますから、スキー場が家からすごく近いです。朝とにかくスキー場に行ってゴンドラに乗って3キロのダウンヒルを3本、忙しい日は2本、ノンストップでこう滑る。それを90歳までできたらやりたいな。もう3つ目の目標は健康づくり運動をライフワークにしてきたから、自分が健康であるっていうことを頑張りながら、できるだけたくさんの人に行動変容を起こす必要な内科医になりたい。内科医でいたい。
できるだけ分かりやすく。頑張らないという本でベストセラーには出てテレビのドラマになったりしました。鎌田の健康法はズボラとか手抜きとかっていうのを大事にしてます。長続きさせることが大事だというふうに思ってです。無理はいけないです。貯金より貯金っていう言葉を忘れないようにしててください。そしてこの円グラフを見てください。ここが大事なんですね。介護保険のを利用する人がどういう人が利用しているか。1位は認知症だから認知症にならないようにすることが大事です。2位が脳卒中です。今日のテーマの一番大事なところはこの後です。3位と4位と5位、筋肉や骨や関節のフレイル、虚弱が起きてるんですよ。これで介護険のお世話になっちゃう。なんか病気らしい病気をしないのに、なんだかわかんないけど寝たきりになってっちゃうんですよ、日本人って。フレイルだからですよ。だからフレイルにならないためにどうしたらいいか。スクワットとかかととしという本を書きました。こういうヒンズースクワットっていうのをこれ誰でもやりやすいですね。これ良いです。スクワットはこう椅子があったら椅子にこう座りかかるようにこんなこと簡単なんですよ。これゆっくり10回。僕の糖尿内科の外来で糖尿病の患者さんなんかこれをやると血糖値がもう本当に落ちてきます。ここが大事なとこですよね。筋肉を動かしてマイオカインという物質を出していくことなんです。でマイオカインというのを物質を出していくと若返りホルモンと言われてるんです。そのマイオカインが出ると血圧が下がってくる、血糖値も下がってくる、がんも発生も少なくなってくる、認知症も少しだけど減ってくる。どこから出てくるかって筋肉全体から出てくるんですけども、一番筋肉の多いのは太ももなんです。だから鎌田はスクワットを普及させてきました。からズボラ筋トレという本を書いてレシピ20、簡単に3分以内でやれる、運動法も、自分自身で、いや3分ですから1日5種類やっても15分ですからね。で大事なことはマイオカインをしっかり出していくっていうことが大事なのです。筋肉は単に僕たちの体を支えてるだけじゃなくて大事な若返りホルモンを出してるってことです。だから貯金をしていけばその若返りホルモンが出てくるっていうことです。そうすると皮膚も若々しい皮膚になって考え方もチャレンジングになっていくんです。今度はふくらはぎを強化します。このふくらはぎは第二の心臓というふうに言われてます。毛細血管がものすごく多いんですよ。人間の血管って一人で10万キロって言われてるんですよ。地球2周半って言われてる。そのうちの9割5分ぐらいは毛細血管って言われてるんです。これは年を取るとともに毛細血管が血液が流れにくくなって流れなくなっていくんですよ。これは例えばお肌の曲がり角って言いますよね。女の人にとって大事な肌が少しシワができたりゆるたるみができたりシミができたりするのはなぜかって言ったら皮膚の問題よりも皮膚の下の毛細血管が老化して皮膚に栄養分がちゃんと行き渡らない、酸素や栄養分が行き渡らなくなるからなんです。認知症も毛細血管が関係していると言われています。 BBB っていう血液脳関門っていう脳の入り口のところに変な物質が入ってこないようにブロックしてくれるところがあるんですけど、そこ毛細血管でできてるんですね。毛細血管がだんだん通りが悪くなると頭の中に生じてしまった
アミロイド β っていう物質がお掃除ができなくなるんです。すると脳の中にアミロイド β がいっぱい残ってくると、脳細胞にアミロイド β がベチャッとくっついて認知症になっていくって言われてるんです。毛細血管が若々しいかどうか、ウィリアム・オスラーって有名な博士が人は血管とともに老いるっていうふうに言ってます。血管ってすっごい大事なわけですよ。で特にその目に見えない毛細血管、そこが老化すると認知症や小さな脳梗塞の原因になるっていうふうに言われています。そこのキーポイントはふくらはぎ、第二の心臓、一番毛細血管が多いところです。ここを鍛えるのが、ここを鍛えるのが川又式かかと落としです。何かにつかまってキッチンの縁でもいいです。1,2 上げてます。3で手背伸びしてかかと上げしてます。ここの時にふくらはぎを強化してます。4でもっと背伸びをします。で5でドンと落とします。ドンと落とす時にオステオカルシンっていう訴訟不詳の骨密度を上げる物質が出てくるんです。僕は特別なカルシウムの小魚を食べなくちゃとかそんな意識はあんまりないです。だけど僕の骨密度は若い人と比べてですよ、若い人と比べて 130% って言われる。このかかと落としだけです。蒲田式かかと落としだけです。これ10回。そうするとリズム感な運動をするとセロトニンっていう幸せホルモンも出やすくなるっていうふうに言われてます。男性はチャレンジングホルモンと言われている、人生に対して前向きになるようなホルモンが出るっていうふうにも言われています。でこのかかと落としをすると転倒予防、引っかかって転ばなくなって、毛細血管の幽霊血管にしないで、血液血管がいつまでも若々しいから肌も綺麗で疲れにくい体になって、むくみもなくなっていきます。オステオカルシンっていう物質が出たり、筋肉を鍛えるとマイオカインっていう物質が出たりするんだっていうことを頭に入れておいてください。いよいよこれから本題に入ってきます。先ほど本を紹介しましたけど、もう一つ今僕の本で、ズボラ筋トレ、レシピ20という60代からでもボケない、太らない、疲れない、蒲田式のレシピ20個の簡単な運動、ランジって言いますけども、前側にフッと出して戻る、反対足をフッと出して戻る、だんだんできるようになったらこれを深く、これはランジって言います。太ももの筋肉やハムストリングっていう後ろ側の筋肉を鍛えたり、股関節をストレッチしたりすることを、から胸開きランジなんです。背中がだんだん年取っていくと丸くなっていくんですよね。かつて農村地帯だと腰が曲がってきます。ちょっと胸のところを見ていただきましょう。胸開きランジ、こうやってこうやってランジをしながら胸をぐっと開くという、そういうレシピが20、簡単です。全部どんな運動も3分以内、5つやっても15分です。コロナ禍で家にいる機会が多くなって、今に冬の間なんかは特に外に出づらい地域もあります。ズボラ筋トレでこう強化していただくってことはとても大事で、サルコペニアって、サルコっていうのは筋肉です、ペニアは減少です、加齢性筋肉減少症、これがフレイルの原因なんです。で、自分がフレイル、サルコペニアかどうかっていうのは、こうやって指輪っかテストで、こういうふうに囲めなければいいんです。
女性なんかこうやって囲めてしまう。そうすると筋肉が減り出してんだな。95歳まで日帰り温泉行くの難しいから今からどうしたらいいのか。軽い運動とタンパク質なんですよ。日本人の中高年の食事の決定的な大向きな問題はタンパク質が足りてない。筋肉を良くするためには今まで運動の話をしてきましたけども、タンパク質なんですよ。タンパク質が足りない。一般の人は 50g、高齢になったら一般の人よりも若い人よりもむしろ高齢の人にタンパク質を取ってもらいたいって言って 60g、 これ厚生労働省の考え方です。フレイルに高齢者をしたくないからですよ。タンパク質もっと若い人よりも取んなさいって言ってるけど、若い人よりタンパク質がちゃんと食べれてる人なんて少ないよ。で、どうしたらいいかっていうのが今日の話です。鎌田式タンパク質換算法っていうのがあって、それは鎌田式健康手抜きご飯に詳しく書いてあります。大雑把に言うと、魚と肉、魚も種類によってちょっとずつ違うんだけど、鶏肉でも豚肉でも牛肉でも大体 100g で 20g ちょっとなんですよ。 22g ぐらい残って、魚もそうなんです。だから魚と肉と、もう一つ魚にしてもいいし、だから朝から朝食、昼食、夕食に何か1個ずつ20グラムずつ取れるともうこれで60グラム。でも貯金したいと思う人は、95歳になってもうピンピン元気でいたいと思う人は、自分の体重かける 1.2 です。僕は72キロなんですけど、今70と計算簡単にするために70キロとすると、それ 2.2 かけると84、84g のタンパク質を毎日取らないといけないって。わかる？結構大変っていうことなんですよ。だからお肉とお魚をとお魚とか、お肉お魚お肉とかって一生懸命タンパク質を取ったとしても、まだ 24g 僕は足りないということです。だから納豆を食べたり、お豆腐を食べたり、高野豆腐を食べたり、それでも足りない。で、佐賀、鎌田塾をやっている、一緒に協力してやっている溝上薬局グループの研究者たちと、タンパク質をもっと簡単に手軽に取れる方法はないかということで、こまめにタンパクというのを研究者たちが開発をしました。だしです。だから何でも美味しくなんです。味噌汁に入れれば味噌汁の味が数段アップします。だしです。煮物に使っても、おでんを作る時でもいいです。何にでも、サラダにでもいいです。ちょっと上手に使うと1日 12g ぐらいタンパク質を増加させることができるということで、タンパク質が増加したいすれば貯金ができる。タンパク質をしっかりとって運動することが大事ということ。 PPH という言葉を冒頭お話しました。ピンピンひらりのためにタンカツが大事だということです。少しいくつかの具体的なお話をします。パワーポイントの写真をご覧ください。僕は緩和ケア病棟で今も回診をしてるんですけどね、このばあちゃんは乳がんがあって肺に転移をしました。両肺転移です。で、酸素が足りないもんで鼻にチューブをカテーテルを入れて酸素を吸いながら、僕が会社に行ったら若い理学療法士の先生と歩く訓練してるんですよ。ぜいぜいぜ
ぜい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 言いながら歩く訓練してるのね。まあじゃあそんな無理しなくていいよって僕は頑張らないっていう本書いて20年前ベス大ベストセラーになってテレビのドラマにも なって頑張らなくていいよっていうドクターだからばあちゃん頑張らなくていいよって言ったらばあちゃんが先生余計なこと言わないでよって言うんですよね。私は苦しくてもいいの、私には目的があるから、だから一生懸命リハビリやってんだって言うんです。なん 目的って何って聞いたんですよ。家へ帰りたい。ちょうど6月だったんですね。梅をつける季節だったんですよ。でばあちゃんは梅をつけに帰りたかったんです。自分の命がもうわずかだって分かってんです。だけど歩く訓練をしておばあちゃんに説明を受けて納得しましたよ。分かった、ばあちゃんが決めればいいな、ばあちゃんの人生だもんな、一生懸命練習 していいぞって。ばあちゃん偉かったですよ。自己決定、自分で練習を PT と一緒にやって、ちょうど1週間目ぐらいですよ、家へ明日帰る。部長さんがすぐお家へ電話しました。もううちの人は分かってたんですね、ばあちゃんは梅のことが気になってる。先生、あ、部長さんも用意してされてます。ばあちゃんが翌日帰ると親戚の人や東京から娘もやってきたりして、ばあちゃんを中心にしてばあちゃん流の最後の梅漬けをしました。これができたのも筋肉なんですよ。最後の最後、自分最後の最後のひらりっとあの世に行く時もちゃんと筋肉があるかどうか、大切なことを家族に伝えられるかどうか、ここが大事なとこなんです。だからどんな人にとっても筋肉。おばあちゃん病院戻ってきて、さあ先生がよかったよ、これでいつお迎えが来てもいいよって、今日私がつけてきた梅は熟す頃私はもういない、分かってます、私が食べるために つけてきたんじゃない、子供や孫たちに秋になったら美味しく食べれるようにつけてきた、息子さんに隣近所にもおばあちゃんが つけた梅ですっつってお裾分けしなさいって言ってきたんです。大切なことを次の世代にバトンタッチしたり、隣近所の人にご挨拶をしたりするのも、お菓子を買って1000円のお菓子を買ってご挨拶に行くよりも、おばあちゃんが最後の力を振り絞った梅が届いたら隣近所は仲良くなってきますよね。多分おばあちゃんはそんなことを考えてたんだと思うんです。それができたかどうかも最後は筋肉です。最後はスライドを3枚見て終わりたいと思います。僕は自分自身で徹子さんの部屋、徹子の部屋でね、鎌田先生これからどうするんですかって言われて、80歳まで、今73歳なんですけど、80歳までイラクの難民キャンプで診察ができたらいいと思って自分自身を鍛えたりしています。90歳になってもスキーができるように、で最後に今まで健康づくり運動に関わってきたから、たくさんの人に健康で好きなことがやれるような人生になれるように、ただ長生きするだけじゃない鎌田流の健康法を広めていきたいと思いますって徹子さんに言いました。1万人の難民キャンプに一人で僕は聴診器を抱えて立っている写真です。次は
難民キャンプに5つ診療 PHC 診療所っていうのを、作りました。アラブのドクターやクルドのドクターたちと一緒になって日本人が診療所を運営をしています。そして僕が関わっているジムネットという NGO ではお金を集めて外務省、日本の政府からも応援をいただいてジムネットハウスというチャイルドハウスも作りました。そしてそこに行けるのも結局筋肉なんですよね。今日は、タンパク質いっぱいの生活ということで大事な筋肉で自分の人生を豊かにする、そのためには運動することと、でも運動することはみんながだいぶ気がつき出したんだけど決定的に忘れてるのはタンパク質が足りないんです。だからタンパク質いっぱいの生活をしないといけない。足りないのを上手に秘密兵器のようなこまめにタンパクっていうのもあるっていうことを今日はお話をいたしました。タンパク質いっぱいの生活をして、そう一人一人の日本人が自分の人生を最後までピンピンひらりと元気でピンピンって最後まであまり寝込まないで介護保険のお世話にならないで済むような人生ができるような健康づくり運動をこれからも進めていきたいと思ってます。今日はどうもありがとうございました。